インターフェロン、インターフェロン、略語、イエフェンとは、動物体内で病原体、特にウイルスや、主要細胞などの異物の侵入に反応して細胞が分泌する、タンパク質のこと。ウイルス増殖の阻止や、細胞増殖の抑制、免疫系及び、炎症の調節などの働きをするサイトカインの一種で、ある。医薬品としては、ウイルス性肝炎等の抗ウイルス薬として、 多発性骨髄種等の抗がん剤として用いられている。遺伝子組み換え型インターフェロン、天然型インターフェロンがあり、血液の中に長居させるために、従来の遺伝子組み換え型インターフェロンに、ポリエチレングリコールを結合サたペグインターフェロンや、コンセンサスインターフェロンなどがある。1954年に、伝染病研究所所長、当時の長野単一と、 小島康彦がウイルス干渉因子として発見し報告した。1957年にはイギリスのアリック、アイザックス、オリクアイザックスやスイスのジャン・リンデンマン、ジーン・リンドンマンたちもウイルス増殖を一時的に抗体ではない抑制する因子として確認し、ウイルス干渉、インターフェアレンス因子という意味で、インターフェロンと命名した。1980年頃にインターフェロンが 悪性腫瘍に効果があることが発見され、抗がん剤として発展していった。カイコやハムスターの体内に人の細胞を埋め込んで、その細胞に C 型肝炎ウイルスの遺伝子を組み込んだ仙台ウイルスを感染させることにより、インターフェロンを産生させるという方法を利用して、大量生産が可能になった。人では大きく分けて3つのタイプがある。多くの場合、インターフェロンというと、 イエフェンタイプ E、I 型イ,インターフェロンを指す。イエフェンタイプ E には、以下が知られている。相当な分子が、哺乳類の他ウ類、爬虫類、魚類で見つかっている。これらに加えマウスでリミチン、リミティン、またはイエフェンゼータ、牛などで、イエフェンタウ、豚でイエフェンデルタが見つかっている。タイプ I インターフェロンはべてアイフナー、アイフナー1と、 アイフナー2に分けられるという細胞表面の特異的な受容体複合体に結合する。イエフェンガンマのみからなる。成熟したイエフェンガンマは反対向きに結合した、主に2両体でイエフェンガンマ受容体複合体。アイフンはサブユニットアイフンが1とアイフンアニの1個ずつからなるに結合する。イエフェンラムダで3つのアイソフォーム。e f ンラムダ1、e f ンラムダ2。 イエフェンラムダ3からなる。これらは発見当初、インターロイティンイル 28A、イル28バイト、イル29としても命名された。ウイルスの感染や日本リア RNA などによって、直接誘導されることが知られている。これらの細胞外での受容体としては通る、サマー受容体、TLR でその中でもエンドソームに存在する、TLR3、TLR7。 TLRQ である。また、細胞内に存在する受容体としては、リグ I、MDA-5 が関与し、これらが、I 型インターフェロンの発現を高めると考えられる。また体内に、いろいろな抗原が侵入したときそれに反応して、IL-1、IL-2、IL-12、TN 回、CSF などのサイトカインが産生される。 インターフェロンの酸性はこれらのサイトカインによっても誘導される。インターフェロンにより調節される細胞内シグナル伝達経路の代表的なものとしてはジャックスタット経路が知られるが、それ以外の経路も関与していると考えられる。インターフェロンアルファーとベータはリンパ球、T 細胞、B 細胞、マクルファージ、繊維目細胞、血管内皮細胞、 骨芽細胞など多くのタイプの細胞で産生され、特に抗ウイルス応答の重要な要素であ、詳しくは、I 型インターフェロンの項を参照。インターフェロンアルファとベータは、マクルファージと NK 細胞を共に刺激し、主要細胞に対しても、直接的に増殖抑制作用を示す。インターフェロンガンマは活性化された T 細胞で産生され免疫系と炎症反応に対して、 調節作用を有する。EFN エエンガンマにも、抗ウイルス作用と抗腫瘍作用があるが弱く、その代わり EFN エエアルファとベータの効果を増強する作用がある。EFN エエンガンマは、腫瘍のある局所で働く必要があり、ん治療への有効性は低い。EFN エエンガンマは、TH1 細胞からも分泌され、白血球を感染局所にリクルートして、炎症を強化する作用がある。 またマクロファージを刺激して、細菌を鈍色殺菌させる。TH1 細胞から分泌されたイエフ f n ガンマは、TH に反応を調節する作用でも重要である。免疫応答の調節にも関わっており、過剰な酸性は、自己免疫疾患につながる、可能性がある。イエフ f n オメガは、白血球からウイルス感染、または、腫瘍の局所で分泌される。 インターフェロンはかつては希少で高価だったが、遺伝子操作により、細菌や培養細胞での大量生産が可能になった。現在医薬品として、多くのインターフェロンが承認され、B 型肝炎、C 型肝炎などのウイルス性肝炎、またいくつかの主要の治療や、白血病の治療に用いられている。副作用としては、発熱、だるさ、疲労、頭痛、筋肉痛、 痙攣などのインフルエンザ様症状、また、糖部位の後半、痛み、かゆみが多い。稀に脱毛、タンパク尿、めまいや、抑鬱もある。抑鬱については、インターフェーロンが脳内のミクログリアを活性化し、その結果海馬のニューロン申請を阻害するためであり、ミクログリア活性化阻害剤により改善できるという報告がある。多くの症状は、 反逆的で治療終了後数日で回復する。しかし重篤なものとして、間質性肺炎、抑うつによる自殺がある。また、詳細固有との併用で、間質性肺炎が起こりやすいので併用は禁忌出る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。